原田、アイルランドのウェイン・マッカラーを下し防衛記録を3と伸ばしています。今や歴史に名をとどめるスーパーチャンピオンとなりました。メキシコの偉大なるチャンピオン、ダニエル・サラゴサ。去年の辰吉戦で遺憾なくその強さを見せつけたサラゴサは、1980年のプロデビュー以来、キャリアは64戦を数える。1985年に WBC 世界バンタム級王座を獲得してから、世界王者になること実に4回、世界戦だけでも20戦を経験している。Que es un magnífico peleador, posee muy buena técnica, muy, muy valiente, y considero que es uno de mis rivales más difíciles a los que me he enfrentado. サラゴサにとってボクシングは財産。そしてもう一つの財産が奥さんと3人の子供たち。家族とのひとときを本当に大切にしたいんだとサラゴサは言う。Bueno, pienso que es un gran hombre dentro del box y dentro de su familia, ¿no? Porque es un hombre que se dedica 100% a su familia, que se quite de la comida de la boca para darnos a nosotros, ¿no?サラゴサは12月で40歳。辰吉戦がボクサーとしての集大成と言っても過言ではない。Y ojalá llegue muy bien preparado para dar una magnífica pelea, ya que el pueblo de Japón se lo merece y que gane el mejor。辰吉より40分ほど遅れてこの会場入りしたチャンピオンサラゴサです。難波のホテルからここまで歩いてきました。途中ファンが求めるサインや記念写真にも気軽に応じていました。でこの控え室でもベリスタイントレーナーらと冗談を言い合いまして、ずっと笑い声が絶えませんでした。15分ほど前からウォーミングアップを始めています。試合直前でリラックス、気持ちを切り替える、ここまでの動きは去年の横浜アリーナの控え室と全く同じです。はい、なお今日のこの試合はメキシコのテレビサのスポーツチャンネルで衛星生中継されています。いよいよ国立体育館緊迫してきました。これは辰吉の友人でもあるオリックスブルーウェーブのイチロー選手です。応援にやってきました。 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、まもなく両選手の入場です。万丈の人生が垣間見えるからに違いありません。生まれて間もなく両親は離婚、お父さん一人に育てられた辰吉は母親の顔などは知る由もありません。小学生の時にすでに酒もタバコも経験したという辰吉でしたが、本来心の優しい少年は中学に入ってもその名も轟く悪ではありましたが、クラスの人気者でもあったといいます。そんな辰吉が中学卒業と同時に幼い頃からお父さん久米次さんの手ほどきを受けてきたボクシングの世界の門を叩き、当代随一の注目されるボクサーになることは、あるいは必然であったのかもしれません。大阪府立体育会館、いや顔でも緊張感が盛り上がってまいりました。しかし辰吉に用意されたボクシング人生は、彼のそれまでの人生よりもより一層激しい波に翻弄されてきました。日本人最速の4戦目で日本タイトル、8戦目で世界タイトルを奪うという快挙。しかしその後は試練の連続、網膜劣行、網膜剥離と度重なる目の故障、ラバナレス、薬師寺、サラゴサと3度の敗戦。さすがの辰吉としても、去年3月の横浜アリーナの完膚なきまでの敗戦は辰吉時代の幕引きを予感させるのに十分でした。ところがそんな周囲の予想とは裏腹に、いち早く復帰を決めた辰吉。サラゴサのことは尊敬しています。4度も世界チャンピオンになったのですから。しかしボクサーの中で一番尊敬しているのは僕自身です。何でも一番になれ、幼き日お父さんと交わした約束を父となった辰吉が今一度守ることができるのか。 WBC 世界ジュニアフェザー級3位辰吉丈一郎、大阪のリングに帰ってきました。
ダビッド・サラゴサ・ボカーロ39歳、お父さんが470戦を消化したというプロボクサー、お兄さんがオリンピック銅メダリストというボクシング一家に育ったサラゴサ、そんな彼が選んだ道は弁護士でした。その専門学校の初期課程を修了したというエリートはしかし、兄が達成できなかったオリンピックの金メダルを志し、突然ボクシングを開始、すぐさまモスクワオリンピックの代表権を獲得しました。そのまま金メダルを取れば再び弁護士へと進むはずの人生は、ベスト8で敗れるという予想外の結果で大きく修正されました。プロ転向です。メキシコの老友というニックネームはいつしか、メキシコの偉大なるチャンピオンと変貌を遂げたのです。グランカンピオンデルメヒコ、ダニエル・サラゴサ第18代 WBC ジュニアフェザー級チャンピオンです。大阪府立体育会館、WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチの戦いの舞台は今整いました。続きまして、メキシコ国歌の吹奏でございます。ルミ夫人、ダニエル・サラゴサ、エリーサ夫人も観戦しています。今日のこの試合前、達吉はこの戦いは達吉家とサラゴサ家の戦争ですと話しました。以前の自分のために戦うと話していたプロの達吉とは明らかに違う、一回り成長した姿がそこにありました。さて、リング上では日本ボクシングコミッション林裕子コミッショナーによるコミッショナー宣言が行われていますが、ここでこの試合のルールを確認しておきましょう。 WBC ルール12ラウンドフリーナックダウン制です。1ラウンド中に何度ダウンしてもレフェリーの判断次第で試合は続行されます。偶然のバッティングで試合続行不可能となった場合、4ラウンドまでなら引き分け、5ラウンド以降の場合、その前のラウンドまでの採点によって勝敗を決します。その採点は3人のジャッジによって行われます。アメリカのルー・フィーリッポ、トニー・カステラーノ、そしてイタリアのローランド・バロベッキョ、以上3人です。そしてこの試合のレフェリーは世界タイトルマッチのレフェリングが130戦という大ベテラン、アメリカのアーサー・マーカンテ、過去アリ・フレイジャー、アリ・ノートンというビッグマッチを経験し、来日も4度目です。なお日本では東京ドームで行われましたマイク・タイソンの初戦、トニー・タブス戦でもレフェリーを務めています。さて、世界タイトルで日本が一度敗れた相手に再度挑むといった形のリターンマッチは過去17回あります。
雪辱を晴らしたのは2度にわたって達成した不屈の男、輪島浩一さん、花形進さん、そしてヤバナレスを破った達吉の4回だけ。13回のケースではまさに返り討ちにあっています。ただいまより WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBC 世界ジュニアフェザー級チャンピオン121パウンド4分の3、メキシコダニエル・サラゴサ。トランクスに4つのクラウン、 WBC 世界ジュニアフェザー級チャンピオンサラゴサです。青コーナー WBC 世界ジュニアフェザー級3位、121パウンド2分の1、大阪帝拳所属、達吉なりました。ラストチャンスの達吉丈一郎です。なおメキシコと日本人との間で争われたタイトルマッチは過去59試合、メキシコの38勝に対し日本は半分以下の18勝、3つの引き分けがあります。1976年に創設されました WBC のジュニアフェザー級、過去日本人のチャンピオンは76年に第2代のロイヤル小林さん、90年に第13代の畑中清さんの2人がいます。サラゴサは過去3度このタイトルを獲得、88年に第10代、91年に第14代、そして95年に現在の第18代のチャンピオンとなっています。さあ達吉サラゴサ、共に敗戦の向こうには何も残されていない、激烈なる戦いのゴングが今打ち鳴らされました。左に回っていく達吉、ファイティング原さん、はい、とにかくこの第一ラウンド注目ですね。僕は第一ラウンドが主流だと思うんですよ、はい、やはり達吉出してますね、自分からね、いいペースだと思いますよ、はい、達吉も先手必勝ですが、浜田剛さん、はい、サラゴサもこのところのタイトルマッチはとにかく1ラウンドから6ラウンドまでポイントを奪うというそんな戦い方ですね、うん、そうですね、前半にポイントを取ってペースを掴んで、そしてそのまま流れていくというペースが多いですよね、はい、ですから今日もおそらくそういったボクシングでいるんじゃないかなと思いますね、はい、ただシルバーの戦い、はい、そのペースというのはサラゴサの持っていき方がうまいんで、そのペースになる前に最初で叩いておくというのは大事なんですけどね、はい、前回の横浜での試合では1ラウンドに左ストレートを食いました達吉、それでしっかりとペースが狂いました。第1ラウンドまもなく1分です。前回の試合では第1ラウンドで主導権を奪われてしまいました。あれでカッとなって冷静さを欠いてしまった、自分のボクシングが全くできませんでしたと振り返っています達吉です。シルバーのトランクス日本の達吉丈一郎、シンクのトランクスメキシコのチャンピオンダニエル・サラゴサです。これだけの歴戦の強者同士の戦いなんですが、実は2人の戦績を見てみますと1ラウンドのナックアウトというのは一度もありません。左が飛んできました。まずファイティング原さん、対サウスポー対策のこのイロハのイなんですが、左回り達吉できていますね。そうですね、やっぱり左から右をですね、はい、もう少し右をダブったらいいと思うんですね、はい、でももう少しもっと僕達吉君1回目行くんじゃないかと思ったんですけどね、自分のペース掴んでいったら面白いなと思ったんですけどね、はい、過去3回の防衛戦ではサラゴサとにかく1ラウンドから6ラウンドまで全てポイントを奪っています。左、これはブロックしています。達吉、サラゴサ前に出てきます。ロープを背にしています。右が出てきました。サラゴサ左を放っていきます。達吉、ここまではまだ両者クリアッと左、あと左ワンツー、達吉前に出ます。スピードはないんですよね、もう少し今相手の動きを見てますからね、はい、見る前に動いて打って相手を動かせる方がいいんですね。相手を動かせる、はい、その動きが達吉必要なんですね。そうですね、はい、今のところ前に出ていくのはサラゴサです。左、しかしこれは受けています。ただファイティング原さん、逃げているばかりではこれ挑戦者ですからね。左、そうですね、はい、でまた傷もいっぱいですからね、前回の、ね、傷がね、はい、で早い間にね、僕は勝負していくと面白いんですけどね、はい、去年3月3日左の目の上を切りました。血の海、血のキャンバスに沈んだのが挑戦者の達吉丈一郎でした。第1ラウンドほとんど時間がありません。
今日のこの試合は静かな立ち上がりになりました。分増えました、 97.5 センチ。ファイティングアナさん、このあたりにも今回十分調整ができたという辰吉伺いますね。そうですね、非常にコンディションとしてはね、はい、最高してましたんでね、すごくいいコンディションで上がられてましたんで、ですから楽しみですね、はい。浜田剛さん、はい、第1ラウンドの両者どうご覧になりましたか。まあ、やっぱりサラゴサはいつもの感じで出てきてますよね、はい。そして辰吉は今動いてリズムを取ろうというペースなんですけどね、はい、まずは前に出て相手を動かしてみるというところが必要ですね、はい。去年3月3日以来の再戦ということになります。両者手の内は十分に知り尽くしているはずです。左辰吉、サウスポー対策は特に考えていません。とにかくスピードでサラゴサを圧倒したい、そう辰吉は話していました。さあ辰吉が前に出ます。辰吉も世界戦では第1ラウンドから第3ラウンドまでこの3つのラウンドが大事でしょう。そこから逆転するということはこれは至難の技です。先手必勝は十分に承知しています。日本の辰吉、元 WBC のバンタム級チャンピオンの辰吉丈一郎、このジュニアフェザー級も制しますと2階級制覇ということになります。過去日本人ではファイティング原田さん、柴田邦明さん、そして井岡弘樹、この3人が達成しています。日本ボクシング史上4人目のこの2階級制覇に挑んでいる辰吉。ジャリー、おっとボディブロー、サラゴサちょっとした時間をずらして打つ打ち方がうまいですね、サラゴサは、はい。そういったところはやっぱりキャリアから掴んだもんですね、ファイティング原田さん、はい、この公開スパーリングでもこのサラゴサのゆっくりしたリズム、そのフェイントに相手が翻弄されていましたからね。なるほどね、非常にやっぱりそういうですね、相手を見て翻弄させるのはうまいですね、はい。辰吉君だから一発じゃなくてやはり必ずスリーって返した方がいいですね、はい。左ストレート、左のアッパー、サラゴサ左相打ち、この左なんかも、はい、ちょっとあーっと左ストレート、フェイント気味にちょっとずらして打つんですね。あーっとこのトリッキーな動きは辰吉、左のストレート一発顔面にヒットしました。サラゴサ両者やや顔面が好調してまいりました。左のストレート、これが怖い、これが怖い、この今の左でも時間をずらして打つ場合と早く打つ場合の2種類に分けて打つんですね、サラゴサは。ですから辰吉は相手のパンチを見てしまうと動きが止まっちゃうんですね、はい。だから見る前にまず打ってみて相手を最初、後手後手に回ることが必要なんですけどね、はい。今のところまで、あっと右、右から左、サラゴサ右から行った辰吉、右ラッパー、今の感じでも右から一度打っていって左を返すというのも大事ですね、はい。公開スパーリングでこのサラゴサとグローブを交えましたグリーン津田の片平範義選手はフェイントが実に巧み、左は分かっているんだけれども知らない間に食っているんです、そう話していました。あその左、これは空を切った。第2ラウンドほとんど時間がありません。ここでゴング、第2ラウンド試合が動き始めました。丈一郎です、まだ顔面にパンチを食らったその影響はありません。ファイティング原田さん、はい、2ラウンドまでの辰吉の動きをご覧になっていかがですか。動きはとてもいいですね、はい。で僕は1回持っていくと思ったんですけども、12番に2回目打ち合いがいいと思いますね、はい。だからこういうダニエル・サラゴサみたいな選手がですね、息をつかせず連打したら面白いと思いますよ、はい。とにかく浜田さん、はい、一度サラゴサに主導権を握られてしまいますと、もうこれは豪快なサラゴサですからね。本当のごまかし方がうまいんですよね、はい。そういった流れになる、と相当ひっくり返すのは難しいですからね、はい。そのなる前にまず自分のペースで相手を動かしてみることですね、はい。船越さん、はい、赤コーナーです、ね、村山さん、ベリスタイントレーナーは2ラウンドまでの動きは予想通りであると、うん。ただ辰吉がかなり出てきているので、はい、もう少しプレッシャーをかけていけという指示が出ていますね、はい。あそうですか。この試合前ベリスタイントレーナーは辰吉に12ラウンドのスタミナはないだろう、したがって辰吉サイドは前半で勝負、おっと細かいパンチ応酬だ、辰吉サイドは前半で勝負を仕掛けてくるはずです、そう予想していました。右のストレート、辰吉、辰吉の体全体の動きはいいんですよね、はい。ですからそこで、踏み込んで打っていけるともっといいですね、もっと踏み込み、はいはい。おっと右サラゴサ、さあ辰吉前に出る、辰吉が前に出た、辰吉前に出た、辰吉前に出た、左がグラビー、辰吉の右、辰吉の右、左のボディーブロー、辰吉の左、さあボディーブローはサラゴサ、
バイキング原田さん、はい、サラゴサとしてもこれはもう前回とは違うぞという思いがあるでしょうね。いやもちろんそうですよ、はい、辰吉君も6完成ですからね、非常にそれに乗りやすい方ですから、はい、いいと思いますよ、どん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 下げ打ったりと思いますよ。3年9ヶ月ぶりに地元大阪に帰ってきました、はい、浪速の女王辰吉丈一郎、超満員の大阪府立体育会館、大歓声が湧き上がっています。1回フェイントをかけて打っていくといいですけどね。はい、山本さんどうぞ。辰吉サイドなんですが、もっと動けとセカンドから指示が出ています、はい、特に左右の動きと、そういう指示が出てますね。左右の動きね、はい、気になりますのはデビュー以来ずっと付き添ってる関係者が、こんな辰吉を見たことがない、緊張してる辰吉が見たことないと話してますね。緊張な、サラオさんは左、サラオさんは左、見てしまうとああいったパンチ飛んでくるんですよね、はい、右から行きます辰吉、激しい試合になりそうな、そんな第2ラウンド第3ラウンドです。左、この左が怖い。ファイティング原さん、はい、いきなり右ではなくて左が飛んできますからね。そうですね、やっぱりオーソドックスはこのサウスポーだね、サウスポーから打つと左が怖いですからね、でその逆にサウス、立ち押し君の右も怖いんですが、立ち押し君の右はダブルといいですね、右、ちょっと今正面に立ってるところあるんですよね、はい、もう少し体を振るといいですね、はい、右、ちょっと打ち気に入ったんで正面に立って、ただまっすぐ攻める感じですから、はい、もう振ってからフェイントで入るといいですね。この位置にいると危険です、この位置にいると危険だ。さあ第3ラウンドも残り時間が短くなってきた、ボディーブローサラゴサ左、これはブロックしました。第3ラウンドを終わっています。ワンフォー、辰吉の長男の樹也君も5歳になりました。辰吉自身は樹也の将来に関して自分の好きなことをやらせたい、ボクシングをやりたいと言ってきても大丈夫なように公園でも鉄棒とかかけっことかジャングルジム、これを多くやらせているんです、そう話していました辰吉丈一郎です。さあ序盤3ラウンド終わって浜田剛さん、はい、どうですか。そうですね、3ラウンド目に、はい、ちょっと打ち気にいったところありますね、はい、ああいう姿勢はいいですね、ただ、はい、もう少し体を振ってそして右から思い切り入って左フックを返すと、そういった工夫があると思っていいですね、はい、左、あっと頭が当たりました、施設して場内から辰吉コール、左、とにかく辰吉はハイティングハラさん待ってはいけませんからね、そうですね、はい、非常にいいですね、攻撃ですよ、すごく攻撃、そう左、縦芝居に出る、サラゴサの右だ、さあ攻め、ファイトも欲しいですね、はい、そうです、いいですよ、非常に、押してはいけないというアーサー・バーカンテレフィーの注意を受けました辰吉、おっとボディブロー、サラゴサ縦芝居に出る、右、サラゴサの右、右のフック、左、両者顔面がやや好調してまいりました、シンクのトランクスチャンピオンダニエル・サラゴサ、シルバーのトランクス、左、この左が怖い、辰吉よいか、左ストレート、左来た、これは軽く避けました辰吉、左、辰吉、左のボディーブローは辰吉、左、右、ナイスです、オッケーオッケー、左、さあサラゴサの動きが止まった、サラゴサの動きが止まったぞ、サラゴサの動きが止まっている、辰吉チャンスだ、右アッパーはサラゴサ、さあサラゴサは完全に動きが止まっている、前に出る力はないのか、辰吉前に出る、あーっと左、この左が怖い、ちょっと今正面すぎますから、はい、もう少し左側に体を落として踏み込むといいですね、左側に、はい、はい、さあ激しい打ち合いになりました、今度は前に出るサラゴサ、あっと左、ロープに詰まった辰吉、あっと右、さあ辰吉も投げる、サラゴサの左、これは力がありません、あっと左、ははっ、あっとボディブロー、これは効いたか、いや辰吉緩んでいない、辰吉緩んではいません、あっと左、さあサラゴサ前に出た、サラゴサ勝負に出た、サラゴサのボディブロー、辰吉前に出なければいけません、さあこのラウンド残り15秒、おー、ナイス、さあ辰吉はスピードも上回ってる、あーっと左左左、この左が怖い、もう少し振るといいですね、ちょっと、はい、打ち気に入ってる立ち気なところありますね、あっとバランスを崩したサラゴサ、ほとんど時間がありません、第4ラウンド
第4ラウンド、この試合最高の打ち合いが演じられました。攻防が演じられました。このアッパーかなりこの後ファイティングアラさん、はい、少しサラゴサの方がひるんだ感じがあったんですけどね、そうですね。でもさすがですね、僕はね、やっぱりサラゴサの辺やっぱり打ち返してきましたでしょ、はい、それでゲームを勝ち取ったかなと思ったんですけど、僕は互角なんですよ。さすがですね、やっぱりそういうチャンピオンは、はい、でも今の攻めは立ち寄っていいですね、ただもう少し続けてもらいたいと思いますよ、はい、やり、やり、やり、勝ちですよ、こういう攻撃は。あと左、金子さん、とにかく浜田強さ、はい、あの左を外さなければいけませんね、相手のサラゴサの。そうね、ですからこの2種類の左、左、田中さん、ちょっと立ってると左の当たる確率が多いんですね、ですからもう少し体を沈めるといいですね、はい、そしてファイティング原さん、はい、今回のダニエル・田中さんなんですが、左のボディーブローも対応してますね、そうですね、非常にやっぱりそれは勉強してきたんですよね、はい、ただ右の左ですが、左のフックの大振りはちょっと怖いですね。船越さん、はい、ベリスタイントレーナーからもね、とにかく辰吉の動きを止めるためにもっとボディを対応しろという指示が出ています、はい、やはりそうですか。前回の試合以上にボディーブローを対応していますチャンピオンのサラゴサ。左、これです、これです。左もまっすぐ打ったり、はい、フックで打ったり、角度を変えてくるんですね、はい、左、サラゴサの左、辰吉見てはいけません、見てはいけません。あの左の感じっていうのがちょっとつかみにくい、チャンピオン頭を踊るか、チャンピオン下から流血ですね、はい、チャンピオン頭から血が出ています。ちょっとここでマーカントレフィリーが様子を見ます。試合は続行です。チャンピオンがちょっと頭を切りました。おそらく偶然のバッティングでしょう。さあ、辰吉前に出る、あーっと右、前回は辰吉が左の目の上を先に切りました。今回はサラゴサの、これは額のかなり上の方ですね、出血を見ています。試合はすでに5ラウンドに入っています。従いましてテクニカルドローはありません。もし試合続行不可能になった場合はその前のラウンドまでの採点ということになります。あ、だいぶ流れましたね、はい、試合は続行です、続行です。さあ、辰吉が前に出ます。あっと、これはこれはスリップです。マーカンテレフリーが両者を割って入ります。そしてサラゴサに注意。依然として頭頂部からの出血を見ています、チャンピオンのサラゴサ。左、辰吉、右、辰吉。作品の完成、ボクシングにおける作品の完成は今回はお預けです。とにかく勝つ、それだけが今日の目標です、そう辰吉丈一郎は話しています。ボディーブローはブロックして両者リング中央、やり、これはブロックしました辰吉。細かいショートレンジの打ち合い、ここで第5ラウンド終了です。頭頂部から出血を見ていますダニエル・サラゴサ、今止血が施されています。メガネをかけている人がイグナシオ・ベリスタイントレーナーです。心配そうな一番左端がお父さんです。そしてお母さん、一番右端が奥さんのエリーサ夫人です。まあ、浜田剛さん、はい、前回の辰吉の右の目の上の出血と違って頭頂部ですから、これ以降その傷が広がるということはないと思うんですが、そうですね、それと目に入らなければですね、はい、やりにくさっていうのはないはずなんですよ、はい、さあ、ローブローの注意が与えられました。一度グローブ合わせて試合続行です。従いまして前回横浜で行われましたその時の試合続行不可能に落ちるような出血はないと思いますが、さあ、サラオサも上げました、ね、左のストレート、あーっと左右の連打、リング中央、己を磨き、己を知り、そして己を研究していかないと作品の完成はありません。ちょっと今正面すぎるところあるんで、はい、もう少し左側にサイドステップして踏み込むといいんですけどね、はい、船越さん、はい、
サラゴサの傷ですがね、頭頂部に近いところが小さく切れていまして、はい、特に問題はないとベリスタイントレーナーは話しています。船越さん、はい、タチューサイドなんですが、山さん、はい、プレッシャーをかけろ、ボディを打て、はい、いけると、はい、強気な指示が出ています。おー、実は今回このタチューサイドなんですが、これまでタチューに付き添ってまいりました大久保純一、島田信之トレーナーがタチューの元を離れました。食事、トレーニングメニュー、すべてをタチュー自身が考えてやってきました。120ラウンドといつもの倍のスパーリングを消化してこの試合に臨んでいます。自分自身の責任が増えた。こういったクリンチの仕方がうまいですね、サラゴサが、はい、あのペースを取らせまい取らせまいとしてるね、辰吉はこの試合がプロ18戦目、ダニエル・サラゴサは65戦目、世界戦だけでも実に21戦目という超ベテランです。あっと左から右、左ストレート、サラゴサ、左が盛んに出てますから、はい、左をもっと頭の中に入れて叩き込んで、それでは左ファイティング原田さん、はい、辰吉のスタミナ、ここまでご覧になっていかがですか。そうですね、今まで足が弱くしてますけどね、はい、やっぱり今パンチ当たってきましたんでね、やっぱり消耗しますよ、消耗する、ただ今やっぱり気合いとね、その応援でやってると思いますけどね、はい、やっぱり打たせますといけないですね。リング中央、左を出していきます辰吉、まだ両者決定、先ほどからやっぱり浜田さんしてきてるようにね、ちょっと入りすぎるんですよね、はい、ただ入るならサースポーの方が入るなら手を出せばいいんですよ、入んなら打てないといいんですよ、手を出す、はい、はい、これですね、手を出せばいいんです、さあロッピー詰めた、左左左左のボディーブロー、左のボディーブロー、辰吉右のアッパー、左辰吉前に出る、サラワサは左を狙っている、サラワサは左を狙っている、ちょっと耳のあたりからも流血を見ているのか、さあここでゴング、第6ラウンド終了、サラゴサ、ね、サラゴサは右の耳を切りました。終了間際、第6ラウンドの攻防です。さて前半戦の6ラウンドを終了しました。非常に微妙な採点が続いていると思うんですが、この試合は3人のジャッジによります10ポイントマッチシステム、10対10という採点は現在の国際ルールではほとんど認められていません。したがって浜田剛さん、はい、ほとんど互角にも見えるんですが、はい、1ラウンド1ラウンドの流れどういうふうに分析すればいいでしょうね。ここまでそうなんですね、まずクリーンヒットを見るんですよね、はい、ですから辰吉は盛んに動いていい感じで動いているんですけど、はい、サラゴサの当たった数も参考に相当入れられるんですね。したがって国際ルールにおいてはここまでは辰吉あるいは劣勢に回っているかもしれません。採点ファイティング原さん、はい、まあ、日本式で見ますとほとんど互角、辰吉にもチャンスがあるように見えるんですが、そうですね、はい、ではやっぱりポイントポイントで当てると、はい、やっぱりサラゴサいいと思いますからね、僕は採点日本式だとやっぱりそうですね、はい、非常にもう確認してますよ。船越さん、はい、辰吉の左目の傷なんですが、やや出血を見ていますが、はい、タオルで拭っただけです。おお、少し左の目の、あっと左、サラゴサの左のストレート、左、これはちょっと力がない、左の目の上からわずかに出血を見ています辰吉、古傷です。昨年3月3日横浜アリーナで受けた古傷です。試合は後半戦の7ラウンドに入っています。今回の再戦に関して辰吉は確かに戦うのは怖いんです、でも勝ったサラゴサの方がやりづらいと思います、そう話していました。左サラゴサ、あーっと左、ちょっと今右構えになって右フックを振ったり、やっぱり変化をつけてやってますね、サラゴサは。サラゴサが、はい、薬師寺からタイトルを奪いましたアイルランドの強豪、ブハイのバンタム級チャンピオン、マッカラーを全く相手にしませんでした。サラゴサ今辰吉右ストレート打ちましたけど、はい、あの後に体を流さないで左フックで踏み込んで、はい、左のストレートはサラゴサ、ちょっとやや今辰吉のパンチに流れ気味のところを流さないで、はい、ナイス、とにかくサラゴサも、あっと左、39歳です、はい、ボールが避けたいですね、あの左を外さないとこの後の試合続行が有利になりません。辰吉第7ラウンド2分を経過しています。右辰吉、左ストレート、サラゴサこの左は避けたいですね、はい、あの左は、はい、前入る手が出ませんね、前回よりは気持ち悪いんですよね、はい、左を外すには接近戦で手を出すということですね、ちょうどだからその時に
サラゴサのやっぱりジャブですね、ストレート食いますね、はい、ジャブというストレート。それとあの接近戦になる前に体を立ったまま入ろうとしてるんですね、辰吉が、はい、少し左に振って、右を出しながら左に振って、はい、そして、右打った後に左に振って、回転を踏み込むといいんですけどね。左右のフック、ショートレンジの打ち合い、左、さーっとサラゴサの左だ、これは怖い。依然としてまだその左を避けることができません、辰吉。あれだけ大振りのパンチ食うとやっぱり効いてきますからね、はい、第7ラウンド終了しました。7ラウンド終盤です。左、この変則的な左、どうも避けられませんね。まっすぐ打ってきたり、そして大きく打ってきたりするんで、はい、テンポをずらすんですよね。そのタイミングを今はまだ辰吉は読めないまま今来てるところはありますね、はい、これだけ負けても何度も何度も再起していると人に笑われていることもあると思う、嫌な思いをすることもある、もういいかなと思うこともないことはない、でもそれは心のどこか自分に言い聞かせている間違いです。自分に嘘はつけない、やりたい以上はもう一度何度でもリングに立つんです、そう辰吉丈一郎は話しています。左の目の出血はそれほどまだ量は多くありません。まだこの傷でとファイティング原田さん、はい、試合に影響のあるほどの傷ではないですね。大丈夫だね、はい、大丈夫ですね。ちょっとローブローに対してクレームをつけました辰吉。第8ラウンドに入っています。前回横浜アリーナでの最初のチャレンジの時には8ラウンド KO を宣言していました辰吉。今回は派手な KO 宣言は一切ありません。とにかく勝つだけです。おっと左、サラオさん、ちょっとまともに切ってますね今、はい、しかしファイティング原田さん、39歳、年末には40になるというサラオサのこのスタミナですね。素晴らしい投手ですね、やっぱりね、はい、非常にやっぱり練習熱心なんでしょうね。やっといい辰吉、ちょっと辰吉疲れが出たところあるんですけど少し我慢してですね、はい、あのパンチをやや小さめに今の右ストレートの回転でいいですけど、その後に左フックを回避して中に入るといいですけどね、はい、あっと右サラオサです。ダニエルサラゴサは高知、標高 2000m のメキシコシティに住んでいます。毎朝6時に車で30分のところにあります山岳地帯クロスカントリーロードを1時間走っています。陸上選手に混じって一人黙々とトレーニングを続けています。そして昼の12時からジムワークを1時間毎日欠かさず行っています。ファイティング原田さん、はい、この12年間にサラオサは体重がわずか2キロ増えただけなんだそうですね。なるほどね、やっぱりそれだけの努力してますね、やっぱり精進してますね、はい、従って39歳、あっと左、辰吉ナイス、左はサラオサ緩く伸ばしてきました。アルクステップを踏む辰吉、ダニエルサラオサ39歳、辰吉丈一郎26歳、年齢差13あります。やり また左の目尻からわずかに出血しています。それほど多い量ではありません。赤くにじんでいる程度ではあります。右から左、サラゴサ左、辰吉右のボディーローブリーブロー右、ファイティング原田さん、辰吉のボディ攻撃というのはどうなんでしょう、いいですね、あれ続けてもらいたいですね、もう少しね、もっともっと打ってもらいたいですよ、はい、はい、サラゴサ、決してボディは強い選手じゃないですよ。そうですか、はい、左、相打ちです、ギリッギリ前に出る、ここでゴング、第8ラウンド、このラウンドは静かなラウンドでした。実は現在日本ボクシング界には世界チャンピオンがいません。日本人の世界チャンピオンはいません。88年の11月13日から90年の2月7日まで1年3ヶ月空白の時があったんですが、今年も2月20日に川島博選手が敗れて以来、日本人の世界チャンピオン不在という時代が続いています。したがってファイティング原田さん、はい、この辰吉にかかる期待大きいんですね、もう今日の会場見ても分かるようにね、はい、やはり不思議なやっぱり人気ありますんでね、このやはり辰吉にとって一回ボクシング界の人気をですね、はい、してもらいたいと思いますよ。その88年から9、あっと左、サラゴサ88年から90年の世界チャンピオン不在の時、まさにプロデビューしたのが辰吉丈一郎でした。再び日本ボクシング界を救う救世主となることができるのか辰吉丈一郎。
船越さん、はい、このインターバル間、リズムを失いかかっていると、はい、足を使えという指示が出ましたね。辰吉にね、はいはい、それから左目の傷に初めて処置がインターバル間に施されました、あと、はい、船越さん、はい、チャンピオンサイドはね、辰吉が口を開け出してね、少し疲れてきたんじゃないかと見てますね。で右フックで誘って左ストレート、このコンビネーションをどんどん使っていけという指示です。あーっと左、右のフェイント、あるいはフックを使って左、ちょっと苦しそうな表情を見せました辰吉。日本人の世界チャンピオンもいませんが、実は WBC の本部のあるボクシング大国メキシコも95年サラゴサがチャンピオンになった当時は実に17階級中7階級で世界チャンピオンがいました。ところが現在のメキシコはストロー級のあのリカルド・ロペスとこのジュニアフェザー級のサラゴサの2人しかいません。したがってハイティング原さん、はい、サラゴサにとってもこのメキシコの威信をかけての戦いになってるんですね。そうですね、非常にそういうやっぱり重圧って大変でしょうね、はい、でもそれをやっぱり辰吉君がね、やってもらいたいですね、はい、あっと左、これはブロックした。さあ第9ラウンドです。浜田剛さん、はい、両者にとっては一番苦しいところなんですね、この辺りが。この辺り相当苦しい状況ですよね。はい、ちょっと大きいのをちょっと食ってますね。あれだけ大きい封筒をやっぱタフなタッチでも効いてきますけどね、はい、とにかくもうファイティングアナさん、はい、辰吉としては攻めるしかありませんね。そうですね、サラゴスさんもね、はい、やっぱり疲れてますよ、疲れてますけどね、ただ無駄なパンチ打たないですね、やっぱりね、無駄なパンチを打たない、ただ辰吉しか気はあるんですけどね、はい、なかなかちょっと軽く、あ、ナイス、あ、右、浜田剛さん、はい、前回のウェイン・マッカラーとの防衛戦でも、はい、サラゴサはもう11、12ラウンドほとんどスタミナが残っていないんですが、うまく逃げましたからね。ごまかし方がうまいですね、はい、相手がさあ行くぞとなった時に必ずクリーンズないし、一緒に回ったりで打たれないよ、はい、あの方法で行くんですね、はい、また頭頂部からの出血を見ています。チャンピオンのダニエル・サラゴサ、離れ際に左のストレート。サラゴサも疲れてきてますからね。サラゴサもスタミナが切れてきた。疲れた時のボディーブローズは相当効きますよ、はい。さあこのラウンド残り10秒になりました。高橋前に出るか、パンチは空を切った。さあサラゴサも疲れてはいます。第9ラウンドは終わっています。ラウンドになりました。ファイティング原田さんの採点ではほぼ互角なんですが、浜田剛さんの採点ではサラゴサ有利と出ています、はい、そうですね、やっぱり微妙なラウンドっていうのも、はい、実体意地をつけるとやっぱりどっちに行くかなっていうのも迷うところ多いと思いますよ、はい、日本式に採点すると、ほとんど実体重のラウンド多いんですけどね、はい、さあファイティング原さん、はい、残り3ラウンドになりました。辰吉が勝つための条件、いやもうこれはですね、もう防御の上からでもいいですから、はい、必ず先に打つことですよね。あーダブリーブロー、左ストレート。浜田剛さん、はい、辰吉が勝つための戦法、ですね、お互いに苦しいんですからね、はい、どれだけ打てるか、そして、打ち方もとにかく打つだけじゃなくて上打って下に打ち返す、そういった小さく打つことなんですね、はい、さあダニエル・サラゴサ、100年を超えるこの世界のボクシングの歴史で史上5番目に高齢という39歳のチャンピオン、この老体なチャンピオンに挑む日本の辰吉陽一郎。サラゴサも疲れてますよ、はい、僕は辰吉君の左ラッパーがいいんですからね、はい、左をサラゴサ左ダブってもらいたいな。辰吉左、左左左左左、89年9月29日ここ大阪府立体育会館でデビューしました日本の辰吉陽一郎。世界チャンピオン不在の日本ボクシング界の救世主となることができるのか。辰吉のボクシングの歴史に、あるいはこのデビューの地大阪府立体育会館で終焉の幕、終幕を下ろすことになるのか。残りが刻一刻と少なくなってまいりました。船越さん、はい、辰吉サイド、サラゴサは弱っているんだからショート、はい、ショートで攻めていけと、はい、喧嘩を思い出せと、そういう指示が飛んでます。小さいパンチを続けたいところですね。続けたいところ、はい、どうしても疲れてくると大きいパンチを一発一発になりますからね、はい、その小さいパンチを小さいパンチを少し続けると、はい、サラゴサの振りが大きくなってますから、はい、サラゴサの振りが大きくなっているというのは疲れがあるんですよ。あ、疲れが、はい、サラゴサの今動き見てると、はい、空振りした後は必ずクリンチ行ってますよ、ですから空振りしてバランス崩すところをクリンチして相手の左左左左左、そこで続けたいですね、はい、とにかくファイティング原田さん、前回のラスベガスでの試合もそうだったんですが、辰吉陽一郎にはここ一発の爆発力が残っているはずですからね。そうですね、それを出してもらいたいですね、はい、非常に今の左ラッパーなんていいですよ、はい、
前回の試合では連打連打、サラゴさんも今なんかも一発当ててからツークリンチですからね、はい、ですからあの相手に打ち返される前にクリンチいってるわけですよ、はい、そこをクリンチを振りほどいて打ちたいところですね。サラゴさん疲れてますよ、はい、あの薬師寺康英選手との統一戦に敗れて以来戦いの舞台をラスベガスに求めました辰吉。そのラスベガスの3試合では8ラウンド、9ラウンド、10ラウンドの KO 勝ち、スタミナも徐々についてまいりました。さあ、ブリブー、ちょっと今マウスピースを吐き出すような仕草がありましたサラゴサ。明らかにファイティング原さん、はい、疲れてますね、サラゴサも今のボディをやってもらいたいですね、はい、さあ、低い低い、さあ、ボディだ、腹引いた、立ってしまいだろ、前に出ろ、前に出ろ、辰吉、辰吉、前に出ろ。サラゴサはごまかし方がうまいですね、ごまかし方がね。サラゴサ疲れますよ、終了です。サラゴサも疲れています。ハネスに接続して暫定王者について以来3年9回ぶりつぶりのチャンピオンを目指しています辰吉丈一郎。4度目の防衛、世界タイトル通算11回目という防衛を狙っているメシコの老友ダニエル・サラゴサ。さあ残りは11、12、2つのラウンド。ここでマーカンテレフェリーが、まあ、セコンドが降りるのを待って試合を始めました。右、辰吉右、その後に左フック欲しいですね、はい、とにかくしつこく攻めなければいけません。サラゴサも徐々に徐々にスタミナを下ろしています。サラゴサのあの動き方だと一発目っていうのは避けきれるんですよね、はい、二発目三発目立た続ける打つとサラゴサの、体も流れてますから、はい、避けにくいはずですから。明らかにサラゴサも疲れてきました。さあ辰吉攻めるか、微妙な採点でもありますが、あるいはサラゴサ有利という流れの形ができているかもしれません。逆転のパンチがあるか辰吉丈一郎。もうこの2回悔いなくねやりたいですね、はい、この2回勝負ですからね、はい、ほとんどどのラウンドも決定的な両者ラウンドというのはファイティングアンサーありませんでしたからね、はい、そうですね、本当に辰吉君もこの2回ですね、はい、まだ元気そうですからね、やってもらいたいですね、はい、とにかくファイティング原さん、はい、スタミナもうちに持って帰ることがありませんからね、ないですよ、この2回で本当にもう最初ラウンドゴミになったらぶっ飛びぐらいでね、はい、やってもらいたいですね。チャンスはやっぱり自然に奪ってきますからね、はい、そういえばオーナーからも喧嘩を思い出す、そんな指示が出ていました。左右のフックはサラゴサ。船越さん、はい、とにかくこのラウンド勝負、このラウンド行けとセコンドが指示は飛びました。そうですか、残るラウンドはこのラウンドと次の12ラウンド、ファイナルラウンドしかありません。左、サラゴサ。船越さん、はい、チャンピオンサイドはね、下がっちゃダメだ、とにかく左が見えていないんだからどんどん左をで攻めろという指示ですね。村山さん、赤コーナー陣営にポイントではリードしているというのは余裕はありますか。いや、ここ10ラウンド、11ラウンドになってね、ベリスタイントレーナーが大声でね、おサラゴサに指示を与えていまして、そうですか、このあたり試合開始当初とは違ってきましたね。あ、サラゴサも疲れてますからね、はい、ベリスタイントレーナーはあのラマナレスと辰吉の初戦では圧倒的にポイントでリードしている、そんな笑顔もラウンドインターバルではあったんですが、今日のベリスタイントレーナーの表情はそれほど楽観視はしていません。サラゴサ疲れてますよ、そうさあ、リブローの辰吉、辰吉前に出て左、サラゴサも前に出てきます、あー右、右のストレート、左のボリブロー、左のボリブロー、左、右が出るか、左のボリブロー、あーっとサラゴサ捕まえます、サラゴサ捕まえます。チャンスですよ、でもチャンス、はい、はい、またマウスピースを吐き出すようなそんな表情はサラゴサ、サラゴサスタミナ残っていない、振りほどければいいですよね、そのクリンチをね、はい、サラゴサ疲れてるからクリンチ来るんですから、はい、左、右、右、右が気を切った辰吉、さあ辰吉の喧嘩殺法、サラゴサ疲れてますよ、はい、残り10秒のラウンド、スタミナ残しています、まだ辰吉にスタミナが残っている。120ラウンドの苦しいスパーリングをこなしてまいりました辰吉丈一郎。第11ラウンド終了です。さあいよいよ勝負はファイナルラウンドです。キロ世界戦での判定は2度、ビクトル・ラバナレスとの再戦2対1勝ち、薬師戦では2対0負け、一方のダニエル・サラゴサ世界戦での判定は12回、引き分け防衛1回、引き分けでダッシュ失敗2回、畑中清さんへの挑戦も2対1で勝っています。さあいよいよファイナルラウンドです。WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、残りは3分を切りました。
武井原さん、はい、辰吉に十分スタミナまだ残ってますね。ありますあります、はい、今回も3分間打って打って打ちまくってもらいたいですね、はい、ナイスチャンス、オッケー、ナイス、攻める辰吉、攻める、右右、5歳からお父さんの久美木さんの手ほどきを受けてまいりました。あっと、これはダメです、これはダメです、これはサラゴサダメです、これはダメです。さあ、これはいけません、これはいけません、押してしまいました、サラゴサ。もちろんマーカントレフィリーから注意を受けます。減点ですね、減点、減点です、減点、これは減点です。押し倒しましたので一点の減点が取ってしまいました。さあ、サラゴサも苦しい、サラゴサも苦しい、こんなサラゴサを初めて見ました。5歳からやってきたボクシングのその集大成、残りは2分、辰吉前に出ろ、攻めろ辰吉。でも素晴らしいですよ、ダニエル・ホワイトもね、辰吉君もホワイトも素晴らしい、とにかく39歳をしてこのスタミナと闘志ですからね、サラゴサ闘志は素晴らしい、はい、素晴らしい試合になっています。両者視力を使い果たします。超満員の大阪府立体育会館から辰吉コール、一瞬静かになりました。静寂が訪れた府立体育会館、また歓声に包まれます。残り1分30秒サラゴサ苦しいですよ、サラゴサ苦しい、相当急激にスタミナロスしましたからね、はい、クリンチです。この辺りがいかにも老快、そうですね、打たせませんね、はい、一緒に休んじゃダメ、一緒に休んじゃ、はい、手を抜いて、さあ、行け辰吉、はい、体を預けます、体を預けます、チャンピオンであるダニエル・サラゴサ。さあ、勝ってしまいました、勝ってしまいました、サラゴサのボディーブローだ、サラゴサにスタミナは残っていない。さあ、残り1分を切りました。もう明らかにファイティングハザーさん、はい、サラゴサはグロッキーなんですけどもね、そうですね、ただやっぱり下がりませんからね、前へ前に出ていくのはやっぱりさすがですね、はい、右、勝ちよし、残り40秒、サラゴサはどうにか時間を稼ぎたいというやり方ですよね、時間を稼ぐ、流血しています、また出血を見ています、チャンピオンサラゴサ。一段と大きな歓声がこの体育会館を包んでいます。右、勝吉、体を預けるサラゴサ。あー、サラゴサスタミナが残っていませんが、さあ、残りは10秒だ、残りは10秒だ、右、勝吉、右、左、サラゴサ前に出る、右、試合終了、試合終了です、試合終了です。この試合は判定ということになりました。サラゴサ選手反則行為により1点減点でございます。サラゴサには1点の減点があります。 WBC 世界ジュニアフェザー級タイトルマッチ、判定に試合は持ち越されました。浜田さんの採点ではサラゴサ、一方ファイティング原田さんの採点では辰吉、これはどう見るかは分かれます。でも素晴らしい試合ですね、はい、あ、両者がこの健闘を称え合います、はい、ルー・フィーリッポ、トニー・カストラーノ、ローランド・バロベッキョ、3人のジャッジによる判定ということになります。両雄がリング上で抱き合います、ね、これですよ、ボクシングの素晴らしさはね、はい、そういえば田中さんが話していました、辰吉負ければ引退、とんでもない、辰吉はこれまで戦ってきた相手の中で最もタフなファイターだ、ね、26歳で引退なんてとんでもないよ、僕が最初にチャンピオンに就いた時には辰吉も一つ年老いた27歳だったんだ、そのことを辰吉に伝えてください、そうダニエル・サラゴサは話していました。ちょっと集計に戸惑っています、判定の集計に戸惑っています。あるいは浜田剛さん、はい、割れているかもしれませんね、そうですね、微妙なラウンドが多かったですからね、はい、ジャッジ同士でも採点が割れている可能性ありますね。あ、同じラウンドでしょう、赤コーナーダニエル・サラゴサ、チャンピオン・サラゴサの防衛です。辰吉、三度チャンピオンベルトに手が届きませんでした。90年代日本ボクシング界を支えてきた辰吉、今度ばかりはチャンピオン不在の日本を救うことはできませんでした。ついに辰吉伝説に幕を下ろす時をやってきたんでしょうか。メキシコの偉大なるチャンピオン、グランカンピオンデルメキ
彦、39歳ダニエル・サラゴサ、4度目の防衛に成功しました。手元にジャッジペーパーが来ました。3-0のこれはサラゴサの判定勝ちということになってますね。そうですね。ルー・フィリッポジャッジが115-112、トニー・カスナーのジャッジが116-111、ローランド・バルベッキョジャッジが116-112、三者ともにダニエル・サラゴサ選手の防衛を支持しました。辰吉敗れました。116-112、やはり世界の流れはこの10対10をつけないということなんですね。そうですね、やっぱりそういうもんだと思いますね。だから僕はやっぱり10対9必ずつけなきゃいけないってなるとね、はい、非常にあれですけどね、やっぱりこれは僕はね、辰吉選手、笑みがこぼれています。日本テレビ放送株式会社より勝利者の判定、悔しい判定負けでしょう。悔しいけどもやっぱりよく自分でやったと思いますよ、本当に思いますよ、はい、非常に。今肩車をされていますダニエル・サラゴサチャンピオン、今リング上では日本テレビ、読売テレビ、読売新聞大阪本社、高知新聞、以上公演4社を代表して日本テレビ原明スポーツ局長より防衛しましたサラゴサ選手に勝利者トロフィーが贈呈されました。辰吉敗れました。しかし前回の完敗した時の表情とは浜田剛さんちょっと違いますね、はい、そうですね、前半動いてそして自分の考えがややできたという表情もあるんじゃないですかね。はい、勝利者トロフィーでございます。両者視力を使い果たしましたが、最後はやはりファイティング原さん、はい、39歳と思えない老下な、そしてスタミナ残っていたサラゴサのうまさの前に勝ち屈したという感じですね、うん、そうですね。それとやっぱり10対9っていうのがですね、はい、この採点方法がね、やっぱりそのダニエル・サラゴサさんですね、はい、非常に有利な採点かなっていう感じですね。浜田剛さん、はい、前回の横浜での完敗の後は我々見ていましたも、これで辰吉も終わりかなと思ったんですが、今日の敗戦がちょっとまた一味違う敗戦ですね。研究してきましたよね、はい、それで最後の10ラウンド12ラウンドっていうのはサラゴサが完全にスタミナなくしましたから、そこでもう少し相手のロスするのを早めればっていうふうに思いますけどね。やっぱそういった面で、スタミナの使い方なんかサラゴサはうまかったなという感じしますね。今サラゴサのこの手を大きく高々と掲げました辰吉丈一郎です。